どうも、バンです。今日はですね、改めまして、ラジコン飛行機、自作ラジコン飛行機がですね、どういうふうな仕組みで、動いているのかというのをですね、改めて、解説させていただきたいと思います。分かってるようで、分かってないところも今まであって、それをね、自分自身整理するという意味もありますけれども、今一度、こう、自分自身がですね、皆様が分かっているだろう前提でね、なんか話してるところが多々ありますんで、それをね、お伝えしたいというようなこともありますし、これからラジコン飛行機、自作ラジコン飛行機をね、やっていこうかなと思われている方がおられましたら、少しでもね、参考になれば幸いです。この動画は基本的なことをまとめておりますので、熟練の方にとっては、当たり前の話になりますのでスルーしていただければ幸いです。まずですね、ラジコン飛行機は、大前提としてこういう送信機、通称プロポとも言いますけれども、これで飛行機をね操縦するわけですね。でそれで遊ぶという、ただ単にそれだけのことなんですけども、受信機だのサーボだのなんかアンプだのいろいろありまして、それがどういうふうにつながっているのかというのをですね、解説していきます。こちらプロポですね。でここから、電波がねこう発信されるわけですね。これは、昨今の送信機の場合 2.4GHz 帯の周波数を使うようにできている製品が多いですね。で、プロポにはですね、ここに2つ大きなスティックがあります。で、大概ですけれども、まあもちろん設定とかで変えられますけれども、左がこれの上下ですね。これがエレベーターと言います。エレベーターっていうのは、その名の通りですね、上行ったり下行ったりするというものです。で、通常はですね、このスティックを下に倒すと上に行きます。飛行機はね。これなんでかって言ったらですね、飛行機の操縦桿ってこういう風なもんですよね。で、引くと上に行くんですよ。これね、こういう風な操作の方が、いいらしいです。で、上やから上行くとかね、そういうもんじゃなくてですね、引っ張ると、こう、なんていうんですかね、こう、実際に飛行機に乗ってる人の場合ですね、重心がこう、後ろにぐわっとこうね、G がかかるわけですよ。で、その時に、ちょうど引っ張る方がね、都合がいいということだと思うんですよね。で、操縦桿を上に倒してんのに、G が後ろにかかるっていうのはですね、こうなって、あーとかってね、この操縦桿が逆に戻してしまう可能性があるという、安全上の理由で、実際に飛行機に乗ってる人の G がかかる安全上の理由で、昔から操縦桿は引いたら上がるというのが普通です。なので、その影響で実際にラジコン飛行機に人間は乗らないんですけれども、乗ってるアホもいるかもしれないですけども、操縦桿を引いたら、ラジコンプロポの、エレベーターをこう手前にしたら上に行くという、ちょっと図式とは違うね、そういう感覚なんで、初めての人は戸惑うと思いますけども、そちらの方に慣れた方が、ゆくゆくはいいと思いますんで、この操作に慣れた方がいいと思います。下押したら上昇ですね。上昇。で、上を押したら下降です。で、次。左側の左右。これは、ラダーと言います。これは舵ですね。飛行機の尾翼の縦の垂直尾翼が左右に動きます。これは別に左右反転とかはないです。次。左側の、上下。これはスロットルです。これ、ちなみに一般的な、その操作方法について解説しています。モードっていう概念があって、モード1、モード2とかっていう概念がありますけども、日本ではモード1
を対応してますんで、モード1というモードについて今これ解説してます。スロットルですね。右の方はスロットルで、これはもう、感覚の通りです。上を押したら、スロットルが開きます。スロットルって言っても、これね、エンジン、ラジコン飛行機の時の名残なんですよ。もともとエンジンにはスロットルっていう機構があって、燃料をね、噴出する、そこがスロットルなんですよ。そこを開ける、閉じるとかっていう言い方するんですけども、電動の飛行機の場合でも未だにスロットルっていう言い方します。まあでも実際にはですね、電気で走る、飛ぶわけなんで、スロットルをこう、上にやると、モーターの出力が上がって、下でモーター出力ゼロです。そして、右側の左右、これがエルロンです。エルロンっていうのは補助翼、日本語で補助翼です。これはですね、ラダーの補助的な、役割を担っておりまして、主翼についた、羽が傾いたりしての、要するにロール、機体がロールしたりとかね、そういうようなことができるわけですね。ラダーで傾いた機体をエルロンで補正するというようなねことによく使ったり、アクロバットに使ったりとかしますね。はい、これは別に左右反転とかそんなことはないです。さて、これでプロポからの信号が、受信機に、まず到着しますね。受信機は、僕の場合こちらにありますね。 R8SF という受信機を使ってます。こちらの受信機にはですね、サーボ、それから、アンプにつながる線、それから、それだけかな、あと電源端子とかありますけども、一般的な使い方としてはこれね、こう受信機がこうあって、でこっちにいっぱい端子が並んでるんですよ。で上からチャンネル1チャンネル2とずらっと並んでるわけですね。でこの R8SF の仕様に基づいて今回説明させていただきますけれども、一番上が1チャンネルです。で、一番下が8チャンネルです。で、一番下が電源です。で、9本のピンがありますね。で、ここのチャンネルに、まあ自由にね、サーボを組んでいって、で、飛行機を動かしちゃいいんですけども、一般的な組み付け方っていうのがありまして、一般的には、チャンネル1でエルロン、補助翼が動くように、するみたいですね。で、まあ、一個一個割り当てていきます。これ一個一個説明するとちょっと大変なんで割愛させていただきますけれども、例えば3チャンネルにはですね、スロットルが割り当てられていることが多いです。で、スロットルっていうのはですね、どこにつながってるのかっていうと、アンプにつながります。ちょっと実物をお見せしましょう。アンプですね。で、アンプにはですね、いくつか線があって、この線が、オレンジ、赤、茶です。の線がつながってます。3本線です。で、オレンジは信号です。シグナル。赤がプラス5ボルトです。チャーがグラウンドです。で、アンプの説明を引き続きします。アンプには、バッテリーがつながります。コネクターがありますね。赤がプラス5ボルトです。黒がグランドです。
で、ここにリポバッテリーがつながります。で、リポバッテリーからはですね、充電端子がピローンって生えてまして、これは3本出てます。2セルの場合はね、セルっていうのは、このバッテリーの中にあるセルのユニットっていうのがあって、それが1個ずつのセルになってるわけですけども、このバッテリーは2セルって言いまして、2つのユニットがこの中に入ってるわけですね。なので、3本白い、コネクタのやつが出てて、このバッテリーですと赤黒です。赤黒。で、黒はグランド。赤の、順番通りに打った真ん中が、リポバッテリーの真ん中、1セル目のところの、充電ができる端子で、で、赤の上側が、2セル目の充電です。これちなみに3セルのバッテリーになると、このコネクタが1個横に広がって、多分赤黒になるはずです。で、これは主電源です。大電流が流すことのできるね。割とちょっとここが太いですね、この線。次、アンプにはですね、ブラシレスモーターがつながってます。ブラシレスモーターは3つの線でつながってまして、コネクタ、バナナコネクタを介して、ブラシレスモーターにつながってます。この色が、アンプからの出力は青です。全部青です。で、なんで色違いがなされてないかというと、とりあえずどっかつないだら、とりあえずモーターが回るからです。で、これこういうもんらしいです。で、3本線のある線を適当に変えるとですね、とりあえずモーターが逆回ったり、順方向に回ったりします。だからそれは、ここの線をつなぎ替えてみて、この回転がいいというところを、これね、ほんと適当なんですよ。適当に見つけて、で、つなげばいいだけみたいです。で、もちろん、モーターの回る向きによって、風の発生する向きが変わりますんで、実際にモーター回してみてですね、大概は進行方向に対して、こう、進行方向を後ろから見てですね、で、こう回る。後ろから、機体を後ろから見て、時計方向です。で、機体を前から見た場合はですね、反時計方向に回ると、単発機の場合、プロペラが1枚しかない機体の場合は、それで前へ進むはずです。ただ、プロペラが、逆方向回りの対応のプロペラの場合がありますので、そこは注意です。さて、受信機に話を戻します。1チャンネルから8チャンネルまでありますけども、1チャンネルは大概エルロン、補助翼のサーボに つながります。で、補助翼のサーボにつながるんですけども、補助翼は通常、主翼に2つあります。なので、サーボ1個で動かすのがちょっと難しいんで、まあできなくはないですけれども、機構が複雑になるんで、大概はサーボを2つ使います。バンの作った自作飛行機の機体もサーボ2つ搭載しています。で、ここはどうやってるかっていうと、ただ単に並列に、サーボを配置しているだけになりますね。サーボの実物をお見せいたします。こちらがサーボの実物で、こちらもですね、線が3本あって、このような、アルデュイーノでよく使うような、アルデュイーノっていうのはワンボートマイコンのことですけども、それでよく使うような端子で動いています。で、これもですね、線が色分けしてあって、オレンジ、赤、チャーです。で、オレンジが信号線、赤が 5V、チャーがグランドですね。でね、注意しないといけないのが、このコネクタ、こっちにも刺さるし、こっちにも刺さるんですよ。だから、繋ぎ方を間違えたら、動かないです。最悪壊れます。で、エルロンの場合は、これを、並列に繋いでるだけですね。で、並列に繋ぐには、この線をね、自作しないとダメです。もしかしたら売ってるかもしれないですけどね、安くで。で、次、2チャンネルが、
ラダーかエレベーターどっちかです。で、4チャンネルがラダーかエレベーターどっちかです。で、実際にこの受信機にこのサーボをぶっ込んで、で、さらに、ここにサーボがつながります。で、サーボが動くだけだったら、翼は動かないんで、こっから、ピアノ線を使って、その飛行機の翼のとこまでこう実物の動力ですね、実際のこの物理的な動きを翼に加えてやります。で、その、加えてやるときに、なんかこの辺に滑車とかがいるんかなと思いきやで、そんなん別にいらなくてですね、飛行機の発泡スチロールの中をね、ぶっ刺して、で、動いてるだけと。で、翼にはですね、こうやって 自作で作ったコントロールホーンっていうね、こんな部品を、グルーガンで、翼に発泡スチロールのとか、デコパネの、ブザーにぶっ刺して、ぶっ刺すにはカッターナイフで筋込み入れてぶっ刺して、で、グルーガンでここを固めるというような形で翼を動かしているということなんですね。調節とかどうすんやとかいう話になろうかと思うんですけども、このサーボっていうのはですね、こういうふうにこの棒のとこが取れるようになってて、こうやって自由に角度をね、ある程度変えられるようになってるわけですね。で、これで調節していくと。で、微調整をするには、このプロポのこのトリムっていうね、ここについているボタンじゃないや、スイッチで、調節します。で、これら全部が、うまく噛み合って、飛行機は飛ぶわけなんですけれども、まあ、実際にはですね、このサーボの向きが逆であったり、アンプに、指令を送る信号線が、逆向きでないと動かなかったりとかでね、ここの間に、リバースユニットをかます必要があったりであるとか、あとそれからこのままだと完全に、自分の技量で飛行機を飛ばさないといけないんで、このエルロン、エレベーター、ラダー、この3つの間に、半自動操縦のユニットをかましてであるとかいうようなね、ことが必要になってきます。まあ、どうしてもね、自動操縦装置は別に必須ではないですけれども、初心者の僕にとってはですね、必要だと思って、購入して、で、装着します。で、まあ、これコントロール本ですね。これでようやく、飛行機が飛ぶということになります。他にもいっぱい要素ありますよ。主翼のところに機体の重心が来るように調節したりであるとか、バッテリーをどの辺に積んだらその重心になるであるとか、実際にこう設計図通りに作ってもですね、うまくここが、噛み合わなかったりであるとか、部品が、どうしてものはまらないとか止まらないとか壊れたとか、まあいろんな、トラブル、それから問題点が あります。他にも、悩んだ点としましてはですね、ノーコン対策って言いまして、飛行機がどっか行ってしまって、遠くまで行ってしまって、で、プロポと受信機の間の通信が、なされなくなってしまったというような時にどうするのかと、操縦不能になってしまった場合は、ちゃんとこのスロットルをですね、ゼロに戻すようなね、そういうような機構が必要に、機構じゃないや、設定にする必要があったりであるとか、いうようなことが必要になってきます。あと、さっき言ったその半自動操縦装置に GPS をつなげるっていう、ユニットも別売であって、これをつなげると、どっか行ってしまって、プロポが最悪電池切れになったとしてもですね、発信した
離陸した場所に戻ってきて、で上空で旋回し続けるというようなね、半自動操縦装置の補助的なね GPS 機能を搭載することもできるみたいですけど、僕はそこまではやってないです。はい、というわけで、ざっくりですけども説明させていただいたんですけども、昔のラジコンと違って、もう一つ違うところがあるんですよ。 2.4GHz 帯のラジコンの周波数を使うというシステムの場合ですね、昔はですねチャンネルっていう概念がありましたですよね。例えば 27MHz 帯であるとか、その辺の昔ながらのラジコンを使う場合ではですね、チャンネルが被らないように、近隣でラジコンされてる人とね、クリスタルを分けないといけないとかね、そういうことがあったんですよ昔はね。この辺に水晶発信器をぶっ込むところがあって、で受信機側にも水晶発信器をぶっ込むところがあってね、でそれでチャンネル合わせとかね昔やりましたけれども、 2.4GHz 台のシステムの場合はデジタルでのね送受信がなされますんで、一遍、ペアリングしてしまえば、ご近所さんでラジコンやってる人がいても干渉はしないというね、非常に安全性の高いシステムと、なっているわけなんですね。で、ただ買ってきて一発目は、こいつとこいつ受信機と、このプロポをペアリングしてやる必要がありますね。具体的にはプロポン電源入れるときにこの受信機のリセットスイッチを押しながらとか、まあ大体そんな操作だったと思います。はい、というわけで、そもそもラジコンがどうやって動いてるのかというようなねところを飛行機主体で解説させていただきました。参考になれば幸いです。ではでは。